ウェルカムバーク。さあ今日は2024年10月11日金曜日でございますね。そう、全日本模型ホビーショーの開催日でございます。まあ私はちょっと他にやることがあっていけないんですけども、ネット主に X の方にですね、最速の情報が上がっておりましたね。まあサクッとまとめてサクッと動画を終わらせたいと思います。というわけでですね、やっぱり一番気になる目玉商品といえばこれですよね。でーん、はい、来ました。待ってました。30周年記念でここで来ましたか。RG144/1 スケールシャイニングガンダム、最高かよ。マジで待ってたわ。最高マジゴッドガンダムで、他のモビルファイターも出るんじゃないと言っていましたが、ついに来ましたシャイニングガンダムです。まあマスターの方も欲しかったんですけども、まあやっぱり主人公機から来るでしょうということでシャイニングガンダムですね。どうですか、 RG なんでね、もういきなり素晴らしい可動範囲だと思います。この膝立ちで両手持ちができるシャイニングフィンガーソード、後ろのポップもいいですね。人の動きを徹底追求、多分人超えてるでしょうねこれ。ゴッドガンダムみたいに、ゴッドガンダムが半端なかったからな。可動軸はマジ最高だった。これはマジ何でもかんでもポーチング取れるんじゃないですか。やっぱりシャイニングはいいね。そしてシャイニングといえばスーパーモードですね。素晴らしいです。マジでバチクソかっこいい。一見シュッと細身なのにすげえかっこよさですよね。でゴールドのパーツもいいですね。しらりと見える肩や腕や脚部の展開したパーツのしらりと見えるゴールドパーツ、クソかっこいいな。これ最高ですね。こんだけ動きますとですね、現地でこういうのが見られるみたいです。素晴らしいですね。色分け、まあ、RG 恒例のですね、ライトグレーとホワイトのパーツ分割による情報量のアップ、素晴らしいです。ここもゴッドガンダムと似たようにですね、段落ちになっていて立体感のある構造になっていると思います。絶対買うわ。シャイニングは絶対買うわ。勝つぞ予約戦争で。劇中の名場面を再現できるみたいなんですけどこれ最高だなこれ。うおー、思ったよりお姫様表みたいな顔してるゴッドガンダム、マジ最高ですたまらんなこれめっちゃいいシーンだ。これはこれですげえいいシーンだな。最高だわ。やべ、思ったよりこの人重かった。死ぬほど踏ん張ってるゴッドガンダム、最高です。これはいいな、たまらんこれツボに入るマジ癖になる画像だなこれ、最高だわ。うわちょっと別の角度から、うわー、持ち上げてみせるぜみたいな、素晴らしい。これぞジャパニーズスピリット、ヤマト魂ですね。何が何でも持ち上げるという、ね、本物の縁の下の力持ちですね。というわけでまあ近日予約開始されるでしょう。 RG シャイニングガンダム絶対買うね。予約開始が待ちきれませんな。来月かな、来月、いや今月かな、今月予約始まるでしょう。全日本ホビーショーが終わってから楽しみですね。2025年の2月発売予定の、みんな大好きズゴックガンダムシードフリーダムバージョンですね。最高ですよ。こちらもバッチリ、もう製品見本がですね、ブロックしてですね、割れたバトルダメージフェイスパーツ付きとですね、で中身はこんな感じになってますっていうね、パーツ構成も立体的に展示されてるようですね。でもちろんですね、今度発売するキャバリアアイフリットガンプラオプションパーツも装備バッチリできますよと。もちろんですよね、これがないとね。はい、ガンプラオプションパーツ、こちらも2025年2月発売予定ということでね、ガンダムシードフリーダムに登場したキャバリアアイフリットがオプションパーツセットで商品かということでね、まあ、みんな予約できました。いや楽しみですね。これもぜひ乗っけたいところですね。分割もしたいし乗っけたいという最強のズゴックがついにやってきます。そしてもちろん今度発売のですね、ムラサメ回にデスティニーガンダムゼウスシルエット装備型、はい、ムラサメバッチリ変形できます、お任せくださいということで今月発売ですね。楽しみだなこれマジで。可変機はロマン。そして今月末発売のブラックナイトスコードカルラ、今月10月26日だったかな、4070円でついにエフェクト付きで発売でございます。素晴らしい、これも楽しみだね。シードといえばやっぱりこいつ、はい、こいつもゼウス装備が付けられるみたいですね。ビカビカ光ってる暁がゼウスシルエット装備できますということで、 RG 暁ガンダム用シラウイパック&HG ゼウスシルエット用接続パーツなるほど、接続できるようになるパーツと知らぬいパック、これアンドってついてるから多分一緒に出るんだろうな。オプションパーツ扱いでね、商品企画進行中、4400円、プレミアムバンダイで発売予定だそうですね。これも結構予約、いやいるでしょ、知らぬいパックとゼウスシルエットの接続パーツ、そんなの欲しいに決まってるよな。こいつも予約が殺到しそうですね。 RG 暁ガンダム大足装備ですね。これ予約できたマジ瞬殺だったんだけど、こちらも今年12月かな発売予定となっております。まぶしいんだがどうなってるんだろうな。このメッキがなんか新しくなってるらしい。ちょっと写真ではようわかりませんけども、どれぐらいすごいメッキになってるのか気になっちゃうよね。多分色が若干違うのかな、多分そんな感じだと思うんだけど、写真じゃさっぱりわからん。やっぱり実物を見ないとね。そしてこれよ、
最高ですね。バチクソかっこいいです。マスターグレード100分の1スケールガンダムビダール、こちらの製品見本もバッチリ飾っております。やっぱり久しぶりの100分の1マスターグレードなんでね、マスターグレードはやっぱ看板ブランドですからすごいです。箱に照明バチバチ置いてもギラギラ輝いてますわ。やっぱりマスターグレードは気合が違うよね。ビダールキックもできるようですね。さすがマスターグレード、可動軸もお任せください。劇中の再現もできますよということで、ビダールキックポージングもバッチリでございます。でやっぱりねマスターグレードなんでね、この裏打ちのパーツとかも完璧ですね。どこから見ても隙のないデザインです。足の刃の展開ギミックはもちろん、さすがマスターグレードパーフェクトでございますね。スラスターの塗り分け、パーツ分割による塗り分け最高です。でハンドガンもなんかスライドギミックがあるんだろ、すげえなこの小ささで。マジでかっこいい、素晴らしいですね。マスターグレードガンダムビダール楽しみだ。こいつはマジで早く作りたい。フレームどうなってんのかな、使い回しではなくさらにバージョンアップしているらしいんだけど、まあ実際本物を見てみないとわかんないですね。まあだいぶ第1期のバルバトスから相当待たされたからな。どれぐらいパワーアップしてるんだろうこのガンダムフレーム。もう気になって全然眠れないですね。素晴らしい、もうこの写真を見るだけで素晴らしいというのがよくわかります。で今度ガンダムベースで出るバージョンアップした G セルフのですね、今度10月26日土曜発売予定のガンダムベース限定商品 G セルフパーフェクトパック装備型も飾ってあるみたいですね。最速でどれぐらい変わったのか、まあ、装備がついただけじゃなくてね、ボディとかヘッドパーツとか新しくなってるそうなんで、こいつも楽しみですね。でこちらも新商品エントリーグレードのストライクルージュも出ますということで、そしてこっちも、オプションパーツセットガンプラ14として頑張れるストライカーが発売でございますよ。ついに出るんだなこの装備。まあおそらく、まあ、簡素でありながらバッチリですね。ストライクへの接続、そして単体の飛行モードもですねバッチリ再現できます。お値段が1320円、1月発売ですね。続きまして今月ついに配信開始されますネットフリックス限定だっけ、復讐のレクイエムガンダム EX ですね。はい、ザク F 型ソラリキもですね間もなく発売でございますね。一体劇中でどんな活躍がするのか、 CG アニメだからな気になりますね。プレミアムバンダイブースでは機動戦士ガンダム銀海の幻影より HG デルタザインが展示してあるそうですね。キラリと光ります、バッチリですね。まあデルタ系なんで変形してモビルスーツ形態、飛行形態、どちらもいけますよということで、これもどうなるんだろうな。やっぱ作品見てみないと、なんとも言えないですよね。まあ買うんでしょうけど、どういったアニメになるのか楽しみですね。でかいはジャスティスということで、こちらも置いてあります。HG144/1 スケール、サイコガンダムマーク2! 3月発売1万1000円だっけ?素晴らしい。どれほど待ったことか。マジで。どんぐらい待ったんだよ、これ。いやー素晴らしいですね。バッチリ変形できるし、いいよ。いいよいいよ、すごくいいよ。なんか成型色でありながらすごく色味良くない、これ色いいよね。塗り分け、腕の変形ビームサーベルギミック完璧でございます。ゼータダブルゼータコーナーですね。あの、マスコットキャラクター、ボリノークサマントプル2がですねフィギュアライズスタンダードプル2も展示されているようです。隣にですねぶっ壊れたサイコガンダムマーク2のヘッドパーツもあります。でもちろんですね、今後の展開ということで、ブラストインパルスガンダムスペック2のですね RG とソードインパルスガンダムのスペック2が展示してありますね。真っ赤な方でございますね。劇中で出てきた。で、おっと思わせてくれたのが、これよ、これ。出るんだね。RG144/1 スケール、ユニコーンガンダム2号機、バンシーノルンの最終決戦仕様のスペシャルコーティング。商品名長。プレ版で発売するらしいですね。緑のサイコフレームのスペシャルコーティングのバンシーノルン、完璧に最終決戦。ファイナルエディションと言っても過言ではないでしょう。素晴らしい。おぉ、こいつ出るんだなって感じですね。12,650円かな?多分隠れているけど、多分そんな感じの値段だと思います。商品化決定ということで、これも間もなく予約開始されるでしょう。で、ガンダムベース福岡限定のシナンジュバージョン GSF。なんだそれは。とりあえず水色のシナンジュが出るっぽいですね。ビームライフル2丁持ち。スペシャルカラーバージョンのシナンジュも出るようです。3,300円。HG だね。はい。で、プラ版ピックアップ最後でございます。RG144/1 スケールガンダムベース限定ササビメカニカルコアメッキが出るようです。メカニカルコアメッキとは何ぞやということで、こちらも製品見本がですね、製品というか、説明されている、ランナーも一緒に展示してあるそうです。まず、クリアパーツの成型色のパーツを作ります。で、裏面から定着のメッキを、で、両面に赤色のクリアパーツを吹き付ける。これ、前、うちのチャンネルでやってたやつじゃん。うち、裏から。シルバー吹き付けるって。はい、そういうことですね。ついに、お手製でしかできなかったものが、公式から出るようです。裏面から吹き付けて、ディテールとかパーツのですね、モールドを強調したまま、さらにクリアで重ねて、ピッカピカに仕上げたやつが出るわけですね。はい、皆さんのお手元についに、ディテールを浮き上がらせた、裏面シルバー塗装クリアレッドコーティングの、RG の、サザビー、
メカニカルコアメッキという名目で発売されるそうです。クソかっこいいな。いいですね、これ。ね、ちょっとわかりづらいですけどね。これ普通の、ここまでは大丈夫です。普通の成型色のクリアパーツです。で、これは正面から見たとき、ほら、透けてるでしょ。で、裏から見たとき、シルバーになってるんです。つまり、裏から吹き付けてるということですね。で、これは、両面両面、裏も、表もバッチリ全面にクリアコーティングをするという形で、この質感を表現しているというわけでございますな。はい。オリジナルキャラ見逃しちゃうね。で、最後、ちょっと、ガンプラ系ではないんですけども、個人的なピックアップ。はい、ついに、プラモではない、神だということで、はい、すげえ、これマジフィギュアに見える。フィギュアライズ、なんだっけ、ブランド名、アンプリファイド。ラーの抑止流に引き続き、ついに、オベリスクの巨神兵。で、なんか後ろにね、どう見ても見たことある、シルエットが、オシリスのシルエットもあるんで、3体出ますね、このペースだと。待ってました。俺一番オシリスが好きなんでね、まあ、このアンプリファイドも買っちゃうよね、ってか、オベリスクすんげえかっこいいんだけど、完璧、マジでこれ、プラモに見えね、フィギュアに見える。すごい出来栄えだ。俺も予約しちゃうね。で、最後ですが、あとは、あれか、ことぶき屋、早く予約開始ならないかな。はい。ことぶき屋製、スティールヘイズくん、素晴らしいです。バキバキのディテール、情報量、素晴らしい。そして、なんか一緒に並んでた、過去作の、ミラージュ、ホワイトグリーンと、ね、アーマードコア5の名前忘れた。あれホワイトグリーンとバージョンアップして、これ最新バージョンってことだよな。多分これ参考出展ってことは。素晴らしいですね。旧バージョン2回組み立てましたけど、あれでも十分出来やすかったのに、なんと、ホワイトグリーンとまで出るんじゃ、ちょっとこれも予約せざるを得ないですね。いや、ホワイトグリーンと、そしてやっぱり、ことぶき屋製スティールヘイズ、もうこれ買っちゃうね。色ついてなくてもすげえかっこいい。素晴らしいです。ということで、すげえ駆け足でございましたけども、プラ版新商品ピックアップですね。全日本模型ホビーショー、明日、12日土曜日、朝の9時半から夕方5時半まで、そして日曜日13日の4時半まで、お時間ちょっと早いので、お間違いなく、場所は東京ビッグサイト、南1、2ホール、前売り券は1000円、当日券は1200円で、中学生以下のお客様無料でございますので、ぜひですね、このお近くにいらっしゃる方は直接楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあプラモの、制作に戻りますんで、それじゃあまた、次回の動画でお会いしましょう。またねー。